書士会洋巻七のパスパ文字。書士会洋は、民発に、当衆議により記された書家の伝記。全球館からなり、上古から元松に至る書家について記す。書士会洋は、後部9年に出版された。後に、民の書家について記した、書士会洋続編一巻が、主はかりとによって書かれた。主はかりとは、また、書士会洋に習って、画家の伝記である。 ガシ海洋という書物を表した。原告本には、総連女、総英女及び次女、孫作による、当衆議の伝記、テーマことによる罰が付属している。旧館の内最終館以外の八巻は参考後、帝から現代までの書家400人以上についておおむね、時代順に記している。生死に乗らないような無名の人物が多く、この書によらねば、伝記を得ることのできない人物も多い。 牧七の,のパスパ文字に関する記述は重要な資料である。また、牧八の外域では天竺、カシコアレジ、海外、日本などの漢字以外の文字について記している。日本のを漢字で付けた音とともに記しているが、これは外国人が日本語を記した資料としては、鶴林玉郎と並んで時代の早いものの一つで、日本語学上重視される。 マキキューでは、様々な書法について記す。1376年の原告本が少数、現存する。1929年に原告本を英印した、竹進藤氏一円本が出版された。1984年の上海書店本は、竹進藤氏一円本の再刊である。四個前書に収められた版は、漢字以外の文字が省略されている。ありがとうございます。